シーナ、聖女には出歩く自由がないんだな。口が過ぎました。聖女様はその身のご安全のためかくまわれて。囚われたカゴの鳥か。ああ、その通りです。聖女が軟禁状態なら石に手を出せるのは内部の人間だけだろうな。ご冗談を。救世院の者が盗みを働いたと。そのようなこと決してありえません。だったら外部の人間が聖女の周囲に立ち入れるのか。御用達の業者が出入りする場合はございますが、厳重な身体検査があるので小さな石を持ち出すのも難しいかと。万に一つということもある。どこの業者だ。詳しくは存じませんが、何でも倉庫街の業者だとか。 OK、 クエストアクセプト、アクセプティ。倉庫街の業者か。頼りない情報だが調べてみよう。ご親切、痛み入ります。そのお心だけでも聖女様はお喜びになります。よし、これお前か。邪魔だ。よし、お前も時代の犠牲者か。おっと、光もこのまま一気に。できる。さっさと来い。邪魔だ。行くぞ。ここで攻める。はっ。邪魔だ。はっ。未来の可能。その箱がどうかしたのか。客に預かった荷物なんだけどな、引き取り手がないんだよ。元の持ち主に返したらどうだ。それがちょっとヤバげな代物なんだ。うちの親友が大聖堂のお偉いさんから預かった。倉庫にちょっとだけ置かせてくれってな。大聖堂か。その新入り、聖女がどうこう言っていなかったか。よくわかったな。その通りだ。聖女様へ荷物を届けたとき、偉い人から預かったんだとよ。そのお偉いさん、名前を言わなかったそうだ。まったく怪しい話なんだが、
救世院はお得意様だし、持ち主もわからねえんで、つっかえしもできねえ。力になれるかもな。大聖堂から持ち出された品を探しているんだが、もしその品だったら、私から持ち主に返そう。箱の中身を確かめさせてくれ。ところが箱が開かねえときた。そうだな、ぶっ壊すしかねえんじゃねえか。ああ、任せろ。任せとくってんだ。待て、冗談に決まってんだろ。通じなかったな。よし。オッケー。あばよ。七色に光る石。バニラの元から盗まれたのはこれだな。外部の人間ではなく、救世院の者が持ち出したらしいのは気になる。大聖堂にはバニラを嫌う者もいるのか。大聖堂のアリミヤに話してみるか。アリミヤ、彼女はバニラの味方だろう。スレイ敵から時間をどう使うか。暗黒街に行かないといけないんだよな。ここビルダネとかで買い出しに行くんだよ。外科によく効くお薬ですよ。2人だったっけ。ノエルなる腕の立つ剣士が町の中になっている。よし、持ってきたよ。バニラが探していた石はこれだな。ああ、この七色のきらめき。そうです、まさにこれです。聖女様は大変お喜びになります。知っていたら聞かせてくれないか。バニラがこの石を大事にするわけを。はい、あの後聖女様がそっと教えてくださいました。これは幾年か前、あの方がお目覚めになった時、手の中に握られていた石だそうでございます。奇跡には不思議な力がございます。その石はごく稀に映し出すのだとか。深い絆で結ばれたご家族の様子を。家族？ファングのことか。ファング、おや、ご存知でしたか。聖女様はこの石を通じてファング様のお姿をご覧になっていたようです。そういうことか。バニラに良かったなと伝えてくれ。いいえ、その言葉はあなた様から直接お伝えください。私が？聖女様にあなた様との出会いをお話ししました。すると、こちらをお預けするようにと。鍵？この鍵は？はい、通用門の合鍵でございます。この時間、聖女様は紅葉もございません。門は閉まっておりますが、その鍵をお使いいただけば。バニラに会えるのか？はい、聖女様の笑顔がまた見られるかと思うと、私は幸せでございます。よし、よし、よー、拍手だ拍手。
まあ30分ある。